こんにちは、滝です。進撃の巨人119話、兄と弟の解説をしていきます。あらすじとしては、ジークの叫びで人々が無垢の巨人化してしまいます。そんな中でガリアードがファルコに食べられる、そしてガビがエレンの頭を打ち抜くという衝撃のラストでした。で、この話のですね、考察ポイント、注目ポイントっていうのは5つほどありますので、それぞれ解説していきます。で、サブタイトル兄と弟っていうのが、そのものズバリの話でしたね。ファルコっていう弟のことを思って叫びを使わないでくれっていうふうに頼む、兄のコルトで、エレンを救うために叫びの力を使おうとするジーク、この二人がまず対比構造としてありました。さらにはですね、自分のアギトの巨人の記憶を見て、ポルコを巨人化しないために裏方策をしていたマルセル兄っていうね、この三つのね、兄弟関係っていうのが一気に描かれていたんですね。しかし結局ジークは叫んで、人々は巨人化してしまう、弱肉強食、世界は残酷だというような、感じでした。それぞれね、ファルコとコルト、エレンとジーク、ポルコとマルセルっていう兄弟がいたんですけれども、結局ですね、世界が残酷なので弟を生かしたいっていうような兄の気持ちっていうのは、叶えられなかったんですね。別の人のその弟を生かしたいっていう気持ちを知りながらも、ジークはですね、自分の弟を生かしたいっていう気持ちを優先したと。残酷な世界ゆえにどれか一つの願いしか叶わなかったというような話になっています。まさにこれ、進撃の巨人でずっと描かれてきた、自分が何かを得ることは他の人が何かを失うことだっていうテーマとも、まさに一致していますね。それでもなお選択して自分のために進んでいかなければいけないということが、わかります。もうこの時のね、ジークのこの表情なんか見ると、おそらく本気でこう苦悩をしているんですね。で、言葉にならないこの苦渋の決断だったんじゃないかなというのが、垣間見えます。で、最終的にその巨人化してしまったファルコを助けるためにですね、ポルコが自分の身を差し出すんですね。これはやっぱりマルセルの思いとかを知ったからかなという感じがします。これではっきりしたような、最後まで俺の方が上だってというふうに、こう ライナーへのわだかまりの解消もありましたし、とはいえ何よりこうやっぱり自己犠牲の精神というところが受け継がれたからかなという感じがしますね。マルセル、ユミル、ポルコっていうアギトの巨人の継承者たちはみんな誰かを助けて最後は死んでいきました。やっぱりポルコを思うこのマルセルの気持ちが、ポルコのね、その献身的な行動に影響したと思いますし、やっぱりユミルの気持ちっていうのも影響していたんじゃないかなと。ユミルはですね、ポルコに大層な名前を付けられた哀れな女だ、兄貴のアギトを返してくれたのもあの女の意思だろうっていうところで、哀れな女とかっていうふうに言われているんですけれども、やっぱりこのユミルの献身の心っていうのも影響しているんじゃないかなというところが、垣間見えます。で、ユミルっていうのは非常に優しいキャラクターなんですけれども、その辺に関してはまた別の動画で語っているので、概要欄から見てみてください。で、二つ目ですね、キャッチボールの伏線、これなかなか気づきづらいところなんですけれども、まず最初に29巻のエレンとジークのマーレ国での会話ですね。二人が密会をしていた時に、安楽死計画賛成してくれるかエレンっていうふうに聞いて、もちろんだよ兄さんっていうふうにこうエレンが答えるんですね。で、その時にこうジークの脳裏をよぎったのはクサバーさんっていう、自分のね、恩人である、クサバーさん、父親のように思っていた彼とのキャッチボールの姿でした。で、固い握手でも結びたいところだが、今俺たちが接触するのはまずいような、代わりにこれを受け取ってくれ、エレンって言ってこうボールを渡したんですね。このボールっていうのは、こうクサバーさんから受け継いだ安楽死計画のその意思でもありますし、ボールっていうところでね、コミュニケーションの一つのやっぱ象徴ですよね。信頼の証とも取れます。で、ジークからエレンへの願いの、象徴でもあるかなというふうに思うんですが、この話で実は分かった、この次の話でですね、厳密には、分かったのが、このエレンはこのボール拾ってなかったっていうところなんですよね。このあたりが30巻の一つの見どころなんですが、こぼれ落ちるボールっていうのは二人のこの信頼の、実は、欠如を表していますし、エレンの裏切りっていうところを暗示しているんですね。で、これだけならおそらく、多くの人が気づいたと思うんですけれども、ちょっとうがった見方をすると、119話の最後、エレンの首をジークがキャッチできるのかっていうところでこう終わっているんですね。エレンの首が吹っ飛んでしまって、ジークがそれをキャッチできるのかっていうところで、119話が終わる。で、その後に120話の冒頭で、この描写ですね、この描写から始まるというところで、そのエレンの頭をやっぱりジークキャッチできないんじゃないのかみたいな、そういう不穏さが119話120話と通じて読むとわかります。で、さらに言うと、これちょっと発見してびっくりしたんですけれども、今回そのコルトっていう兄の願いが
ジークは受け入れなかったじゃないですか。コルトが叫びをするのやめてくれっていうふうにジークに言ったんですけれども、ジークはまあ叫びをすると、だが残念だっていうふうに言って叫んだという描写があったんですけれども、これですね、実は伏線らしきものがあって、進撃の巨人24巻のキャッチボールの描写ですね、この描写を見返すと、コルトがですね、こうジークに向かってボールを投げてるんですけれども、ジーク明らかに取れていないというような感じでした。なのでこの一連の話、そのボールっていうのは信頼の証であり願いの象徴っていう観点から見直すと、実はもう24巻時点でですね、コルトの願いをジークが受け入れないっていうのは一つの伏線のようにですね、描かれていたんじゃないかなというのが垣間見えます。まあ、ここはそのちょっと強引に結びつけたところかもしれないんですけれども、まあそういうふうに読むとね、より面白いかなという感じがします。次、ガリアードの記憶はなぜ見えたのかというところですね。ガリアード、こうマルセルの記憶っていうのをついに見たんですけれども、なんでこのタイミングで見えたのかっていうのがまあちょっと気になりました。さすがにですね、こうライナーとガリアードっていうのは過去にも触れているはずですよね。まあ一緒に住んでマーレ国にいるので触れているはずです。でさらにはガリアードがエレンに噛みついたこともあったので、ガリアードとエレンの接触っていうのもすでにあったんですね。しかしこのタイミングでなぜかガリアード、ポルコガリアードの記憶が見えたんですけれども、これは結局そのエレンを介してライナーと触れている、まあ、この3人がこう、触れ合っているからかなという感じがしますね。エレンとライナーっていうのはこう取っ組み合いになっていて、そのライナーの 手がガリアードに触れていて、それによって記憶が出てきたというような、まあ、ちょっと複雑なんですけれども、まあ、始祖の記憶の力っていうのがですね、始祖の巨人の力っていうのが、まあ、ガリアードにある種流れ込んできた。しかも、自分と関係の深いライナーですね、マルセルの死と関係の深いライナーがいたことによって、それが触媒となって、まあ、記憶が蘇ったんじゃないかなという感じがします。でその死ぬ間際といいますかね、マルセルの記憶っていうのをポルコは見たんですね。本当はお前は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに、俺がお前を持ち上げたり貶めたりして軍に印象操作した、俺は弟を守りたかったっていうような、こうマルセルの気持ちっていうのがポルコに伝わります。この真相が分かっていた中で、まあ、ポルコはですね、戦士候補生の中で唯一巨人を手に入れられなかったんですけれども、まあ、自分がライナーより上だったこと、本来は。で、さらにはこの兄が弟を守ろうとしていたっていうところが、まあ、分かったというような展開になっていました。で、次、ライナーのエレン理解ですね。ライナーがこんなことを言っていました。この世で一番それを持ってちゃいけねえのはエレン、お前だと。で、25巻のエレンとライナーの地下室での会話、お前は俺と同じだとかね、そういう会話を、見るにですね、やっぱりこの二人っていうのは、お互い理解し合っている関係なんですね。で、ライナーは実際こう、エレン、あいつはやばいやつだって、地ならしするだろうっていうふうに、こう、ライナーだけがある種予測というか予感できていたわけですよね。で、ジークが、こう、叫びを発動しようとするのを、こう、エレンが止めようとしているような描写もありました。こう、叫ぶ直前にですね、待てっていうふうにエレンは語っているんですね。で、これを唯一見ていたの誰かっていうと、ライナーなんですね。エレンはやっぱりパラディ島の人々が巨人化するのを無意識にこれ多分止めてしまったと思います。まあ、ファルコなんかにもね、ジークの脊髄液を飲んだファルコなんかにも、こう、以前長生きしてほしい、君はいいやつだからっていうふうに言っていたので、まあ、やっぱりね、こう、彼らを犠牲にしたくなかった気持ちっていうのは、まあ、絶対あったはずです。なので、無意識にそれが出てしまった。そしてそれをライナーだけが、こう、聞いている。というところで、ここは一つポイントなんじゃないかなと。で、この、描写ですね、やっぱりエレンの本心なのかなと思います。までっていう、まあ、止めたい気持ちですね。マーレ編以降ってエレン何考えてるかわからないキャラクターなんですけれども、この待てって描写と、アルミンとミカサと話した時に、アルミンに、奴隷はどっちだよって言われた時に、誰が奴隷だっていうふうにこう怒った。そこら辺が唯一、こう数少ない感情があらわになった、エレンの本心なんじゃないかなという感じがします。もちろんその、ジークに対してですね、待てっていうのは、目的達成が全てならば絶対に言わない方がいいセリフですよね。叫んでもらって自分の窮地を助けてもらうことによって、目的を達成する地ならしなのか、何なのかわかんないですけど、それを達成した方がいいじゃないですか。でも、つい待てっていう風に言ってしまったというところで、エレンっていうのはやっぱりそういった元々の、なんだろうな、こう、人情みたいなところっていうのも、優しさみたいなところも、持っているというところが、まあ、ここからわかります。で、最後ちょっと想像なんですけれども、今、始祖の状態になったであろうエレン。このエレンの気持ちにたどり着くのは、もしかしたらライナーなんじゃないかなっていうのが、思いますね。そのあたりはやっぱりこの、待てっていうのを聞いていたのがライナーだったので、
これがですね、実は今後の展開影響するんじゃないかなというのが個人的な想像です。で、5つ目、音がなくなる世界です。で、これエレンが撃たれる直前ですね、こうガビが銃を、ライフル銃でこうエレンを撃つんですけれども、このコマ付近で音がなくなる演出っていうのをぜひ注目してみてください。スローモーションでね、一瞬一瞬が過ぎていく、まさになんかこう映画的といいますか、非常に洗練された演出が漫画でもされていました。で、進撃の巨人12巻でも実は同じ演出があったんですね。こう、ミカサとエレンが、カルラ・イーターを前にして、こう、エレン聞いて伝えたいことがあるっていうふうにこう、ミカサが語るとき、この時も実はこの周囲の人々が戦っている中で効果音もなくこう時間だけが過ぎていく、っていうような感じの描写があったんですね。で、結局ダイナ・フリッツに触れてエレンは助かるわけなんですけれども、まあ、このあたりですね、ぜひ見返してみてください。で、最後小ネタ、3つほどあります。1つ目、ピクシス司令の最後です。人間としての最後なんですけれども、こうお酒を飲みながら死んでいきました。まあ、お酒を止めてくれる人がね、今この時もしかしたら近くにいなかったのかなとか、ピクシス司令の、近くにいる女性陣はどうなったのかなっていうのが、まあ、気になったところなんですけれども、いずれにせよこの最後の瞬間をですね、好きなお酒と共に、過ごせてよかったなっていうのと、こうやっぱり受け入れるというか、諦めるというよりやっぱり受け入れる、自分の人生受け入れてる感じがこの最後のコマからするのがですね、非常に良かったです。で、まあナイル・ドークなんかもね、こう最後まで戦いながら、巨人化してしまったりしたんですけれども、まあ、みんなが嫌いなこうローグもですね、地味に巨人化しているというような、描写がありました。で、次、ファルコの意思です。ファルコはですね、結局ライナーをこう食べようとしたんですけれども、やめてポルコを食べたんですね。で、これは、まあ、死に場所を探そうとするライナーは放出化を解こうとしたけれども、まあ、結局ライナー死ななくて、まあ、ポルコが代わりに食べられたと。で、ここでの注目は、そのファルコは、もともとジークにですね、ライナーを倒せっていうふうにこう命令されたんですね。ライナーをやれって言われていた。それなのに、ポルコの方に向かうっていうところで、まあ、おそらく意志力に、打ち勝ったんじゃないかなと。このジークの命令にですね、無垢の巨人となったファルコは打ち勝ったんじゃないかなと。で、それはなぜかっていうと、やっぱライナーに助けられた恩義があったからですね、ライナーを殺したくないっていう気持ちがあったんじゃないかなと。コニーの母親がですね、お帰りっていうふうにコニーに言っていたように、無垢の巨人とはいえ強い意志を持っているときはそれがやっぱり発揮されるんじゃないかなというふうに思います。で、その助けられたのは、まあ、このブラウン副長、あの時身を挺して俺をって言ってた、まあ、レベリオ収容区でのことですね。まあ、なのでそこら辺が影響してるんじゃないかなというところです。まあ、もちろん反論としては一回食べようとしてるじゃんっていうのはあるので、ちょっと微妙なところなんですけれども、まあ、そういうふうに考えるといいんじゃないかなと思います。で、最後ですね、ライナーのポルコの呼び方で、ライナー実はそのポルコのことをですね、ガリアードっていうふうにずっと名字で呼んでいました。しかし、この最後の時ですね、ポルコっていうふうに呼んでいる。ここが119話で地味に、こう、呼び方っていうところで、そのライナーのポルコへの気持ちっていうところが明らかになってる、まあ、ちょっとした演出というか表現なので、ぜひ見てみてください。以上になります。で、高評価していただいたり、友達に勧めてもらえると嬉しいです。で、今までですね、1巻から各巻解説シリーズっていうのをやっていたんですね。ここまで全話、語ってきたんですけれども、ちょっと30巻は非常に難しい話も多くて、話す量が多くなりすぎたので、ちょっと実験的にですね、各話に分けて解説しています。ということで、次回120話の動画でお会いしましょう。それではまた。